ご来場の皆様、お待たせいたしました。ただいまよりニコタンももたんの合戦2020開幕ピーカ娘のバルーンショーです。元気 120% ピーカ娘がお送りするバルーンショー、今日も元気いっぱいでやっていきたいと思います。今回は時代を先取りバーチャルということで、多分若干正直直接見るより綺麗に映ってると思います。ということでね、元気にやっていきたいと思いますが、まずはこんなにたくさんの風船持ってきてるので、バルーンパフォーマンスはまずピーカン娘の大好きな色ピンクを使ってやっていきたいと思います。その前にみんなの好きな色を聞いていきたいと思いますが、画面の向こうからみんなで好きな色を言ってもらいたいと思います。好きな色何色ですか？聞こえた、ピーカン娘には聞こえたよ。まずピーカン娘の好きなピンク色でしょ。そしてオレンジ、かっこいい黒もあります。男の子なんか黒好きだよね。そして黄色、そして肌色なんかもあるよ。そして緑、黄緑もあります。とっても綺麗な色、赤でしょ。あとは白、そして水色、お空の色、とってもね、今日はどんな天気かな。そして紫、大人のカラーです。青、こんな青もあるよ、かっこいい青もあります。そしてネズミさんの色、ネズミ色、そして茶色、これも渋い色だよね。でもみんなはいろんな色が好きだと思います。じゃあこれをまずはこのピーカン娘のピンクのカバンの中に詰め込んでいって、みんなの思いを一つにしたいと思う。まずはここをパコンと閉めて魔法をかけていきたいと思います。みんな画面の向こうで手を出してください。しっかり手を開いてね。そして画面に向かってパワーを送ってください。せーのって言うからパワー、よろしくお願いします。いくよ、せーの、パワー。 OK、 みんなのパワーが入った。じゃあここから本番スタートしたいと思います。ではまずピンクの風船ビヨーンと伸ばして、風船膨らます前のコツお伝えしたいと思います。風船を膨らます前にはビヨーンビヨーンってよく伸ばすことが大事。しっかりと伸ばして秘密兵器用意してきました。本当だったらねプーってやりたいんだけどさ、ね、目の前にはさちょっと寂しいんだけど、撮影のスタッフの人たちとかがすっごい真剣な顔して見てるのだから実際やりづらいんだけど、まあ、やっていきたいと思います。そしてこれを膨らます。そして見事膨らんだら拍手してくれると嬉しいな。いくよ、せーの、よいしょ、はい。なんかちょっと足りなくない？なんか伝わってこなかった。もう一回やってみたいと思う。おじいちゃんもおばあちゃんも、そしてお友達もお父さんもお母さんもお兄さんもお姉さんもね、ワンちゃんも猫ちゃんもみんなね、みんなで拍手してもらいたいと思う。もう一回いきます、せーの、よいしょ、わー、ありがとう、聞こえました。ではみんなの拍手のパワーをいただいたので、まずは一つ作っていきたいと思います。一つ作るのにこれはまずどかしといて、ピンクの風船ちょっと小さいよね。何ができるかなってみんな考えながらよく見てね。でもピーカ娘はいきます。みんなの顔がよく見えるように、これは頭の上やっていきたいと思います。ではいきます。まずは一つ目、二つ目、三つ目、四つ目、そしてぐるっと回ってぐるっと回って、何ができるかな、何ができるかなということで、ね、よいしょよいしょ、キュ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 ということで、さあだんだんできてきました。みんなはもう何ができたか分かったかな。ヒント、足を見てください。いきます、3、2、1、じゃーん、かわいいプードルワンちゃんできました。じゃあね、でもねなんか足りないんだ、このところに。さっきみんなからパワーをもらったから、このパワーをこのワンちゃんにピーカー娘は吹き入れたいと思います。3、2、1、ふっ、尻尾が可愛く膨らみました。じゃあこれをよいしょ、このカバンの中に入れていきます。みんなの好きな色入れたよね。赤、青、黄色、ピンクに白にたくさん入れていきました。じゃあここからは最後の仕上げ、みんな瞬きしないでよく見てね。そしてもう一度これを使っていきます。結構これ力がいるんだ、だからみんなにもお願いしたい。
膨らますときにせーのって言うからよいしょーの掛け声をお願いしたいと思います。いきますよ。まずは風船をセットしてせーのよいしょー、できた。まばたきしないで3、2、1、よいしょ、はい、完成ということで、ここでね、本当は拍手がどんどん聞こえてくるはずなんだけどね、拍手、ありがとう、ありがとう、スタッフの皆さんたちがね、桜のような拍手をしてくれてます。では、ここからさっき入れたみんなの色がつながってるかどうか、みんなの気持ちがつながっているかどうか、まずはピンクの風船から出てきます。いきます、せーの、やってました。じゃあこれはここに、ね、みんなの見えるようにしとこうかな。よいしょよいしょということでね、いろんな色があるよね、みんなの好きな色何色かなということで、もう一つやっていきたいと思います。せっかくだからね、みんないろんなことがあるけどさ、笑ってればいいことあるよねということで、ではここにたくさんのお花たちがあります。まずは紫のお花、紫好きな人、わあ、何人かいたよ。よいしょよいしょ、嬉しいね。紫の花。続いて、またまた水色、水色好きな人、わあ、いるね、これもいるね、たくさんいるね。よいしょ、続いて、まだ出た、まだお花。これはオレンジ、オレンジ好きな人、もうすぐ冬だね、みかん食べたくなってきたな。みかんの色、オレンジ。そしてじゃんじゃんじゃーん、これは白色、白好きな人、わあ、たくさんいますね。白はね、何色でもね、染められるよ、とっても綺麗な色、白いお花。そして最後、赤です、情熱の赤です、赤好きな人、これもたくさんいましたね。じゃあこれも赤もここに刺して、なんだか賑やかになってきたね。このカバンもとっても賑やかになってきましたよ。じゃあここからね、たくさんの風船があります。一つじゃ寂しい、こんなにたくさんいっぱいあるとね、とっても楽しい気分になるよね。じゃあここでもう一つピーカーの好きなピンク色も足していきたいと思いますが、またまたこの秘密兵器登場で、いくよ、さっきやったからわかるよね、せーの、よいしょだよ、いきます、せーの、よいしょー、はい、あ、みんなきっと拍手が聞こえてるということで、じゃあここからももう一つ作っていきたいと思います。ピンク色、ピンクの何ができるかなということで、キュ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 、一本でもね、いろんなものできるけどね、2本3本組み合わせると大きな大きなものができて、たくさんたくさん笑顔が生まれるということで、よいしょよいしょよいしょ、大丈夫、綺麗に映ってるかな、あ、よかった、よいしょ、ということで最後、こんな、まずはピンクのお花をこのイモムシみたいなものに合体させていきたいと思います。よいしょ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 、ではまずは1本目のお花完成。でもさ、1本じゃ寂しいよね、もそうです、一人じゃ寂しいけどさ、たくさんたくさん集まるとさ、大きな大きな力になって、大きな大きな笑顔がね、生まれると思います。なのでこのお花も今ここに出ている色をどんどん合体させていきたいと思います。ねじ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 、まずは紫と合体しました、紫とピンク、よいしょ、次は次は次は水色とオレンジ合体、こうやってこうやってキュ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 、いくよ、頭の上でぐる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 回ると、上手にね、くる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 ってなるとね、あんまり回りすぎると目が回るので、ね、気をつけてくださいね。じゃあこちらの完成、あともう一組残ってる、白赤合体いきます、最後ぐる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 
上です。ではこれがラストいきます。一つ目、二つ目、三つ目、すべてを合体したいと思います。よいしょよいしょ。では最後みんな画面の前で手拍子してくれると嬉しいな。いきます、せーの、1212121212121212、またみんなに会いたいな、会えたら嬉しいな、それまで元気で頑張るよということで、皆さんの拍手で笑顔の花束完成。みんなに届いたかなということで、今日見てくれているすべてのお友達が毎日ピッカピカの笑顔で過ごせますように。ピッカ娘でした。バイバイ。